ニラボートーク、よいしょー。はい、バッタモンカワイです。小林ひろゆきです。ゼブラインマツイです。ウラジャー山下です。お願いします。さあ、動画についたコメントにお返事をしながら投稿してまいりますと。はい、じゃあ行きましょうか。本日は、何の動画を上げたのかは忘れました。嘘でしょ。はい、いいです。思い出してもらってもいいんですよ、全然。というわけで、切ったやつだけいきましょうか。美男高校地球防衛部ラブラブ第6話についた感想でございます。バレタモンさん、今日も可愛い。ありがとう。あ、違います、可愛いです。可愛いじゃなくて、可愛すぎ。惜しい。はい、男性軍の方もイケメンでこれからも頑張ってくださいと。ありがとうございます。あ、すごい、イケメンとしての自覚が強い。はい、続きまして第6話。第6話ばっかですな。あ、第6話人気じゃない。コメント一桁です。やったー。やったね。恐竜は私的にリバナの神回でした。リバナの神回でした。まあ、リバ前はカップリングは逆だけど神回だったってことは言いたいのかな。うん、よかったね。2年生の千葉玄関に超絶癒され燃えまくりました。陰気の3年生喧嘩会もそうですが、本当に同学年コンビが可愛すぎて私も腹が立ちました。そして1期の綾瀬先輩とエンちゃんとの千葉玄関会で出ていたゲスト怪人の声優さんと、今回のヨウ君とリュウ君の千葉玄関会でゲスト声優怪人をやられていた人が同じ人だったのが個人的に燃えました。長文わからない話で申し訳ありません。松井さん、何のコスプレですか？アップ楽しみにしています。あ、気づいちゃいました。あれコスプレしてたんですよ、私。派手だったの。気づかなかった。ちょっと今日衣装違うなぐらいだと思ったり。思ったコスプレしてたんです。皆さんぜひ楽しみに待ってください。手直ししたりしなかったけど。はい、続きまして、キングオブプリズム by プリティリズム鈴野優くんのメイク動画についたコメントでございます。毎回参考になります。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうコメントが一番嬉しいですね。えー、はい、続きまして鈴野優くんについたコメントでございます。コミケお疲れ様でした。みんなのさんのコスプレ素晴らしかったです。ありがとう。クリパラのコスプレをしていったのですが、山下さんにかしこまと声をかけていただいて嬉しかったです。今回の河合さんのコスプレメイクも素晴らしいです。今回の夏コミの お直しメイクも出るかなと楽しみにしております。はい、出ました。出ました。出たと思います。この編集の時はまだ、収録の時はまだ撮ってますね。出ればいいですけどもね、はい、出るかどうかわかんないですよ。続きまして、キングオブプリズム by プリティリズム鈴野優くんに伝えたコメントでございます。イエーイ。夏様、はい、咲き乱れるイケメンすぎます。ギルティお似合いになられるのが想像できていたので待ち望んでいました。今更ながらアニメ見始めていて勢いよくハマりました。いつだか言っていた浩二君と広様合わせもしてきました。幸せです。皆様にコミケでお会いしたかったです。合わせ羨ましすぎましたし、皆様が素敵すぎて、松様の絵も相変わらずお上手です。皆様のプリーズ語りに参加したいくらいでした。楽しい動画でにんまり、皆様がワイワイしているのは大好きなので喋ってる方が好きですよ。楽しいお話しているのは兄の王様の良いところなので、とありがとうございます。ありがとうございます。広様似合ってましたよ。似合ってためっちゃチェックされてる。続きまして、ね、こんな裾の広瀬君、やったー。以上。やったー、ありがとうございます。よかったわー。喜んでくれたみたいだね。よく似合わなすぎてもう。ずっと言ってんな、もうそれ。続きまして、はいはい、マクロスデータ20話感想。おお。もうちょい専門的なのかと。おお。でも見ていて不快な思いがやらなくてよかった。あー。好きー。なんだこいつは、素直じゃないのか。かもなく、かもないなー。ちょっとかわいいなー。もう一個踏み込んできてもいいっすか。もうちょいやってもいいね。踏み込みが甘いってさ。続きまして、キングオブプリズムバイプリティリズム鈴野優くん、最後の最後で後ろのホワイトボードの絵に意識持っていかれました。夏様、ね、素敵ですか。ありがとう。家族ですね。糸ちゃんだけいなかったんですね、あの時は確か。ちゃんとね、血液だった。血液だったからね。続きまして、ブンスト太宰さん。おリクエストお願いしていいですか。谷崎さんやってください。できればお願いします。谷崎、谷崎、あの人あんまり特徴ないか。ぽーい。わーよく飛んだこれは。続きまして、アニラボトーク60。はい、すいません、バッタモン河合さんのコスプレメイクでいらないコメントつけてしまってすいませんでした。いやいや、まあ、何も知ることはないよ。いらないコメントなんて、これ死を急がなくてもね。そんなこと言ってねえのよ。言い過ぎなんだよそこまでね。いやあれですよ、小林さん可愛いとかそういういじりをしてなかったけど、確か。あー、まあ、あー、まあ、今後控えてくれる。小林以外だったら、まあ俺の好感度低すぎやし。あの、一瞬河合さんに触れてくれればいいよ。あー、一旦ね。うん、一旦触れて、一旦ね、一旦触れよ。なんか松井さん優しそうと傷つかない曖昧なコメントも、まあ、ね、うん、小林には触れないで。触れない、小林には触れず、いないものとして扱ってください、うん、そうね、触れてまして、口に突っ込まれるからね。スワとかケルが付き合えば万歳ですね。そうね、あ、オレンジ第7話です。解決するんだよな、本当に。続きまして、アニラボトーク60。おい、皆様こんばんは。こ
こんばんは。お盆休みは予想通りゲーム、アニメ、動画投稿で終わったマクロスデータではかなめさんが好きなものです。あいつだ、かなめさんです。ですね、かざちゃんだな。かざちゃんです。ありがとう。最高の達人のプチキャラのかなめは手に入れることができました。感謝神木、雨やられでやんす。熱中症に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、はい、キングオブプリズムバイプリティリズム鈴野ゆうくん。ゆうくん、ゆうくんだ。ゼウスすごく可愛いです。最後の鈴抜けボード和みました。私も河合さんのレインボーライブ女子アンケート井戸ちゃんとオトハに入れました。河合さんオトハに会う気しかしないです。そして初の河合さんの女子ですが、まさかのアンちゃんでびっくりしました。夏コミで皆さんにお会いしたかったですと。ねえ、あんちゃんだと思わなかったような月もねえ、あんちゃんが若菜に合わせた感じだもんね。若菜、まあ、そう、まあデュオやりたいねってね、うん、どうデュオがいいかなって。なるほどね。まあいろいろあったんですよ。リトルウィング&ビートフルプライドもね、候補に上がったんですけどね。名前長いやつ、うん、なるべるね。そうそう、でもね、本当はアライブやりたかったんです。アライブやりたかった。セブンデイズラブ、セブンデイズフレンドもやりたいんです。やりたい。ただズラが死にます。どっちがどっちやるよって喧嘩になるから。そうですね。いやーねー。で結果一番投票数がぶっちぎりで低かったあんちゃんをやりました。はい、ありがとう。狙っていきます。はい、続きまして、金髪キャラは似合うジックスもあるんだけど、金髪でもまあまあ、ただ音波もね、この辺がちょっとなんか結構ね、ややこしいですね。めんどくさいね、でかいお酒ですもんね。ねえ、はい、スタメン、辰巳くん、おぉ、バッタモン河合さん、はい、何でも似合いますね。特に男装など、とても参考になります。ありがとう、辰巳くん、すげえ気なされたからすげえ嬉しい。コメントですげえ気なされたからすげえ嬉しい。気なされたのは覚えてるよ。やっぱちょっと覚えてるなと思った。続きまして、普通大変。はいはい、来ましたよ、このコーナーに投稿来ましたよ。小林さんの口の中に入れたい武器。何でしょうか。俺を殺そうとするコーナーが始まった。武器スモックだっけか。小林さんの口の中に入れてほしい武器ですか、アルミホイルなどいかがですか。リアルリアルリアルダメージ食らえます。あ、できる範囲でさ、やれるやつだと本当にやりかねないんだよ。きついと思いますけど、おままごと用の人形の靴がどうでしょう。あれは子供が間違って乗らないように苦く作ったので結構きついと思います。もしくはご褒美的に考えたらチュッパとかでいいんじゃないですか。そんなもん、そんなもん、ただの美味しいやつ。長文があるので失礼いたしました。こちら、あの銀紙でね、用意させていただきましたので、できもしないやつを言ってくれたので、うるせえんだでしょうね。銀歯と反応するのまずいまず、はい、次、まあそういうわけなんで、あんまいじってもらえればっすよ。次っていくんだ。釘とか毒とかお待ちしております。そうですね。はい、続きまして、ふとた編初コメです。ありがとう。河合さんに憧れてついにコスプレデビュー、イベント参加することになりました。それはいいのですけども、初めてなのでいろいろと不安です。うん、そこでよろしければ皆さんが初めてのコスプレで良かったこと、苦労したこと、コスプレをしている上であったら便利なものを教えてほしいです。これまでの動画で回答しているかもしれませんけど、よろしくお願いします。勝負しました、失礼しました、応援してますというコメントが来たんですけど、これはちょっとややこしそうなので、ふとたに回そうと思います。じゃあ、なるほど。なんでふとた編を見てください。はい、続きまして、キングオブプリズムバイプリティズム、三浜浩二くん、山下バージョン。山下バージョンだ。すごく気になっていたんですけど、なぜこのオープニングの時に夏木姉はね、メイク途中だったんでしょうか。今更ながらの質問で申し訳ありませんと。ネクタイを忘れたからです。はい、メイク途中だったからだよ。ね、そうだ、ネクタイを買いに行ったんだよ。そう、先に河合さん取りに行った途中でネクタイないことに気づいて、じゃあオープニングで撮って僕の方を始めようってなった。それが真相です。次、続きまして、ふとた編、こんばんは。脱毛兼将来のことについて悩んでいるアリカです。アリカちゃん、そして普通音だったんで次に回します。普通でした。次の動画を見てください。はい、ちびみ、おマジかよ、マジかよ、そんな動画上げた。はじめます、の時点で可愛い。非公開じゃなかった。非公開にされたの別のやつだ。かわいいそうですよ。かわいい。続きまして、闇ラボトーク、皆さんこんばんは。こんばんは。じゃなくて、こんにちは。こんにちは。千葉さんのアレックさんとても素敵です。松井さんのアレックさんとても素敵です。イケメンすぎます。今誰が言われたから全員アレックなんだよ。全員アレックなんだよ。面白いことしたっけ。アレカオスやったけ。アレクホーなんてした。ちょっと面白そうだね。面白いけどね。もしかしてメイク動画やられますか。楽しみにしています。あ、どうだろうね。多分もう公開されてます。おー、
夏さんは私服も相変わらずとても可愛いです。ありがとう。山下さんメスワードの時だけ山下さんだけ小林さんに優しくてそれもまたいいですね。あ、小林さんに食べてほしい包み紙はうまい棒の袋です。なんでアルミ寄りなのみんな。優しい優しい味がついて美味しいやつ選んでくれた。愛がある。結局ぐしゃぐしゃぐしゃなんですよ口の中で、ね、はい。続きまして、キングオブプリズムバイプリティリズム鈴野優くんについてコメントでございます。 お仕事は何をなさっているんですか。これ優くんの質問。バイトです。お笑い芸人とはね、バイトです。ほぼほぼバイトだからね。バイトです。ヤマピーはレイヤーさん。ヤマピーは有名レイヤーです。テレビにも出れちゃうレベルのレイヤーさんです。そしてダンサー小林ダンサー、アイドル、アイドルダンサーです。アイドルダンサー DJ です。大王だね。ついねえな。コス DJ コスプレイヤーです。スーパーマーケット店員です。ああ、一人ほっとした。フラットな方いた。フラットな方いる。はい。続きまして、頑固な眉毛潰してみよう。おう。眉毛学校あるけど普通に剃っちゃった。おう。ああ、まあそういうのが大丈夫な人はいいんだよ。うん。夏休みですね。そうやって大きくなっていくもんよ。そうそう、夏休みが、ね、新学期までに入るといいね。まあてっきりあれですね、眉毛が学校にあるのかとか思ってもなんかちょっとなんかわけわかんないコメントだなと思ってしまって申し訳ございません、うん、いいよいいの、はい、はい。さあここでいきましょうか。おお、ここからは皆さんお待ちかねの出た出た出た普通のコーナーでーす。普通のコーナーです。